多の鈴蘭丘陵公園は、北海道札幌市南区にある公園。北海道唯一の国営公園。札幌市中心部から約2 0トルに位置し、周辺には札幌芸術の森や札幌触れ合いの森などがある、市内南部のレクリエーションエリアとなっている。通年利用を目指した公園として、グリーンシーズン、ホワイトシーズンを設けている。 園内は4つのゾーンに分かれており、下記は、渓流ゾーンのみ無料となり、当季は、利用可能なエリア全域が無料となる。公園がある滝野は、1879年に、開拓市が、札幌本府建設に伴う木材を求めるために、足利別産機会場を設置したのが、歴史の始まりである。機会場を取り巻く人の出入りが多くて賑わっていたが、1890年頃に、 閉鎖となり部落は無人となる。1900年に豊平開拓功労者の安倍二太郎が貸し下げを受けると農地への開墾を目的とした開拓が始まる。しかし、例外が多く交通の不便な地での開拓は困難を極め移ってきた人々が再び離れてしまうことも多かった。戦後の1953年になると滝の周辺の土地が アメリカ軍演習場として接収された。1960年、演習場跡地に農地を共同所有し収入を出資者の間で配当するパイロットファームを開設、事務所や畜舎を置いて、養豚や家事を主体とする営農に勤めたが、事業は不振を極め1960年代後半に解散となる。1971年に、 札幌市は350ヘクタールの山野を取得、廃校となった多岐の小学校校舎を活用した野外学習施設を開設。1972年には札幌市青少年自然の村基本計画を策定し、青少年の家、キャンプ場5箇所、ロッジ10棟などを計画。1976年までにキャンプ場とロッジ5棟が完成して、ドンガバチョ村と名付けられ、 翌年以降、ドンガバ町からドンガバ共和国となるなど滝野は自然体験活動、レクリエーションエリアへと転換した。一方、同時期に北海道開発局は北海道における国営公園の敵地選定を開始しており、1976年に札幌市と共に滝野大規模公園基本構想を策定し、翌年に都市計画決定。これにより、 札幌市青少年自然の村基本計画は、滝の公園都市計画へと発展した。1979年から、渓流ゾーンの整備に着手し、1983年に、渓流ゾーンの一部を共用して開園。以降、渓流ゾーンの残り部分及び歩くスキーコースを順次、共用後、宿泊ゾーンの整備に着手して、札幌市青少年自然の村基本計画にもあった。 札幌市青少年さんの家や大鳥ゾートと滝野を共用した。その後整備は中心ゾーンに移り、カントリーガーデン、子供の谷、森の住処を順次共用した。そして滝野の森ゾーンの整備に着手して2010年に滝野の森ゾーン、西エリアを共用し、国営滝野鈴蘭丘陵公園は全国の異号国営公園の中で最初の全面開園となった。 国営滝のスズラン給料公園時ご評価結果、準備書説明資料平成二十六年度、参照電気設備は、アプローチ縁路の堂々分岐点から、地下埋没ケーブルで、公園事務所まで一時側高圧電源を導いて、高圧受電後、角像に配電している。給水は、中の沢川上流に設置された井戸から、ポンプアップによって、排水池まで導水され、以降は、自然流下によって、 各深へ導かれている。汚水は一部開園時に浄化槽を整備したが、施設を調整槽に改修し、公共下水道に直接放流している。渓流ゾーン、厚別川沿いに広がるゾーン。中心ゾーン式よりよりの花々や、大型遊具などがあり、子供から大人まで楽しめるゾーン。大鳥トリゾート滝野は、国営公園で初めてのオートキャンプ場として開業し、 日本オートキャンプ協会による最高評価5つ保守施設の認定を受けている。滝野の森ゾーン、東エリア、舗装されたバリアフリーの園路やベンチがあり、森に親しめる遊具もある。札幌市青少年さんの家は、1989年9月に札幌が設置した野外教育施設。滝野の森ゾーン、西エリア、豊かな森の中では、 多くの山野草や生物を観察したり、開拓の歴史の跡を見ながら、トレッキングを楽しむことができる。未保装沿路、急な坂道や階段がある。陶器閉鎖。陶器は、公園が、滝のスノーワールドとしてチューブそり、スキー、スノーボード、スノーシュー、歩くスキーが楽しめる。走り別の滝は、例年12月下旬から凍り始めて、氷幕となり、徒歩、歩くスキー。 スノーシューで滝まで行くことができる。滝野の森ゾーン公園内には四季を彩る花が咲き誇り大きな見どころとなっている。カントリーガーデンでは花と緑のある北の暮らしをテーマに北海道を代表する牧歌的でおおらかな田園風景を表現している。4月下旬から5月中旬にかけては数万株のクロッカスが咲き始める。5月中旬頃に街中より遅れて水仙や チューリップなどの球根類が一斉に咲き始める。6月になると、公園のシンボルフラワーであるスズランが咲き始め、花のテラスではアーチに仕立てた、キングサリが花をつけるなど様々な花が咲き誇る。また、花人の隠れ家では、メコノプシス族の花や、イングリッシュブルーベル、山のお花畑では、シベリアアヤメが開花する。7月になると、花の巻き場の斜面をラベンダーが覆い、 収穫の谷では、ニセアカシアなどの花が咲き誇る。7月中旬になると、収穫の谷では、遅咲きのラベンダーが開花し、デリフィニウムと共に青い花が最後の見頃を迎える。8月に入ると、山のお花畑ではヘメロカリスが満開となり、花の牧場では、ポピーなどの一年生植物が咲き誇る。花人の隠れ家ではアナベルが見頃となる。カントリーハウス周辺で、 ユリの開花と同時にカルーナが小さい花をつける。9月に入るとたくさんの萩の花を見ることができ、9月中旬にはコスモスが花の巻き場の斜面を彩り、花人の隠れ家ではピンクのコルチカムの花が咲く。この時期から園内の至るところで好みや果実を見ることができる。10月になると花の季節は終わりに近づき、ススキ、風地草、 コケアの紅葉などを見ることができる。滝野の森ゾーン西エリアでは、雪解けとともに、様々な山野草や生物が動き出し、福樹草や炎霊草、一人静かなどの花々が咲き始め、5月中旬には、白根青いが見頃を迎える。公園内では、様々な植物を観察することができ、4月下旬から、吹野島や蝦夷炎五作、福樹草が咲き出し、水芭蕉や蝦夷の流金花。 猫の目草などが咲き誇る。渓流ゾーンの平成の森では、片栗の群落を楽しむことができる。樹木には5月上旬から、カツラやエゾヤマザクラ、北拳などが咲き始め、臨床には、エンレイ草やニリン層、エゾエンゴサクなどが、スプリングエフェメラルを形成している。5月中旬から下旬には、林の中で、雪笹や舞鶴草などの白い花が目立ってくる。また、 園内各所に植えられているスズランが咲き始めるのも、この時期である。6月になると、宝の木が大きな花を咲かせ、サイ,ハイラ卵やコランフ卵、二人静かなどの野草の花も楽しめる。渓流ゾーンでは、植栽したクリンソウやヒオウギアヤメなどの群落を楽しむことができる。また、大花うどの花が目立つようになり、木に絡みついて咲いているツルアジサやイや岩ラみなども、 花を咲かせる。7月上旬から中旬には、山吹昭馬や、鬼下付、大場ゆりなどの花が目立ち、沢沿いの湿った場所では、キツリ船が咲き始める。7月中旬から下旬にかけて厚別川の川縁や、沢筋には、エゾアジサイが青い花を咲かせ、アジサイの仲間のノリウツギやトモエソウなども、エンド沿いに見られる。エゾニはとこは七か窓に似た、赤い実をつける。 8月には湿ったところに、釣船草や木釣船の花が目立ち始める。8月中旬から下旬になると、秋の花の代表である、エゾヤマハギンが咲いてくる。また、エゾトリカブトやサラシナショウマも咲いてくる。9月に入ると、七カマドの実が赤く色づき始め、釣り花は真っ赤な実をぶら下げる。秋のキリン草やハンゴン草などの花も咲き始める。9月中旬から下旬には、 木々も色づき始め、様々な色や型の好みが目立ってくる。林の中に花は少なくなってくるが、道端にはまだ花を咲かせているものや草の実なども見つけることができる。10月は木々の紅葉が深まる季節となり、普段見られない宝の木の大きな果実や、高来天南章などを見つけてることができる。見通しの良くなった林では、大馬ゆりの花柄なども見られる。 動物に関しても公園内には様々な生き物が確認されており、ヒグマやエゾシカには公園全体をフェンスで囲う対策を講じているが、公園周囲ではヒグマの足跡が確認されている。もし公園内に侵入してしまったことが確認された場合は速やかに避難誘導して閉園となる。公園内にいる哺乳類は、キタキツネやエゾリス、シマリス、エゾユキウサギ、テン、 エゾモモンガなどの小動物が生息しており、冬になり雪が積もると様々な足跡が雪に残されている。鳥類では、渓流や草原などに生息する野鳥を観察することができる。厚別川などの水辺では、川ガラスや白石霊、奇石霊などを見ることができ、稀に山セミや川セミを見つけることができる。魚類では、厚別川やその支流に、ヤマメやアマゴ、ニジマス、 福土城、花かじかなどの魚が生息している。両生類は、エゾアカガエルやアマガエルなどをよく見かけることができるが、北海道外から持ち込まれた土ガエルも増えている傾向が見られる。爬虫類は、青大将やシマヘビなどに時々で食わすことがあるかも、しれないが、毒は、持っていない。昆虫は5月下旬から、エゾハルゼミの鳴き声が森に響き始める。エゾシロチョウや、 大水青などの蝶や、蛾も飛び始める。夏になると、ミヤマカラスアゲハや、ミドリヒョウモンなど大型の蝶が花の蜜を集めて、飛び回る。滝野の森ゾーン西エリアでは、ミヤマクワガタやオニヤンマ、アマガエルなど数えきれないほどの生物が活動している。また、期間限定で開催する夜の森を歩くイベントでは、ヘ家ケボタルが飛び交う姿を見ることもできる。秋になると、 キリギリスやトノサマバッタを見ることができる。夏はサイクリング、釣り、水遊び、パークゴルフ、滝巡りなどがあり、冬はチューブそり、スキー、スノーボード、スノーシュー、歩くスキーがある。2000年のカントリーガーデン会援後からボランティアガイドが活動している。毎年5月中旬から9月下旬の間にガーデン内の巡回ガイドやガーデンツアーを行っている。 2009年に、滝野の森ゾーン東エリア会援護は、滝野の森クラブというボランティアメンバーが活動しており、滝野の森ガイドツアーを実施している森林ガイドボランティア、滝野の森を安全快適に楽しめるよう整える森づくりボランティア、環境教育プログラム、森の学校を実施しているインタープリターボランティアがある。オートリゾート滝野に関するカテゴリー、ありがとうございます。